野良の歌読み妄想歴約60年永遠の夢見る少女混沌がお送りする歌読みが読む短歌今回は源の実朝の大海の磯もとどろに寄する波割れて砕けて裂けて散るかもを読んでいきますリクエストにお答えして4種ぐらい実朝の歌を読んでいきたいと思いますこの歌は言葉も文法もそんなに難しくはないですね 「に」というのは「とどろく」の形容動詞形で基本形は「とどろなり」「とどろくように」でいいと思います。で何と言っても種目が印象的です割れて砕けて裂けて散るかもかもは英単の修助詞英単というと「だな」と訳されることが多いですが「は」とため息混じりで言ってるというニュアンスで受け取れば「だな」はつけなくてもいいと思います。 「だって、だな」をつけると割れて砕けて裂けて散るんだなぁって裸の大将みたいになっちゃってそもそもそんな言葉遣いしないしと不自然に思っちゃいますもんね割れて砕けて裂けて散るというイメージに対して「ああ」と思っているという雰囲気がつかめれば OK なんだと思います問題は手です 文語でも口語でも接続助詞の手はいろんな意味を持っているので使いやすいけど伝えにくく読み取りにくいものの一つです例えば笑って泣いたと笑うと泣くを手でつないだとき笑ってそれから泣いたっていう時間の経過がある場合もあるし笑ってそして泣いたとほぼ同時に行われている場合もあるし雨が降って目が出た という時には雨が降ったから芽が出たという原因と結果を表したりもしますなので自分で歌を読む時には手は要注意なんですその手を3つもつなげて使っちゃってるこの種目割れて砕けて裂けて散る一体どの用法なんでしょうよーく見てみると割れる砕ける裂ける散るってほとんど同じような現象のことを言ってますよね 主語は波,です波が割れる波が砕ける波が裂ける波が散る。ということはこの手はさっき言った「笑ってそして泣いた」と同じくほぼ同時に起こっていること並列という使われ方ではないかと思うんです。割れてそれから砕けてじゃないですもんね。波が割れたり砕けたり裂けたり散ったりしている様子を表しているんだと解釈します。 一旦紙の句からもう一度読み直していきましょう。大海の磯もとどろに寄する波。海です。岩壁をとどろかせるように打ち付けてくる波。荒い波です。読み手はそんな場面にいます。火曜サスペンスの犯人が追い詰められるあの場所で、目は海の方を見ています。怖いですね。飲み込まれてしまいそうです。 むしろ自分自身が打ち寄せる波になってしまった気持ちになります。そこで割れ砕け裂け散るなんです。自分が波と一体化した自分がだから英単の助動詞が最後に使われてるんです。ああってこの波は自分の意思でこうやって岩にぶつかってるんだろうか自分の意思でこんなに粉々になってるんだろうか 遠くに広がる青い海原とは似ても似つかない無残な姿自分の意思ではなく無残に打ち砕かれてしまうその姿を自分と重ねた時この歌になり栄冠が漏れたんだと思うんです「大海の磯もとどろによする波割れて砕けて裂けて散るかも」 源の実朝の短い人生を合わせて読むとき、一層この歌に込められた絶望のような気持ちが伝わってくるのです。